はいどうもこんにちは、 J リーグにゃかサポーターの良平です。今回も J2 注目カード4試合を深掘りし、全カードの結果とそれを踏まえての最新順位まで確認していこうと思います。この動画を見ていただければ、 J2 の最新順位をはじめとしたリーグの情勢、より J2 リーグを楽しめる内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速注目カード4試合をチェックしていきましょう。まずは藤枝対横浜 FC のゲーム、結果は1対3でアウェーの横浜 FC が勝利しました。上位3クラブとの3連戦となるホーム藤枝は前節首位清水に敗戦、ホームでの連敗は何としても避けたいところ。対するアウェー横浜 FC は目下4連勝中と絶好調、この試合も勝利して清水長崎にプレッシャーをかけたい試合、両クラブとも負けられない一戦を横浜 FC が制しました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの藤田は 3-4-2-1 の布陣、前節から4名のスタメンを変更、ゴールキーパーの内山選手、カルディニョス選手、島袋選手、神田選手がスタメン入り。対するアウェーの横浜 FC も 3-4-2-1 の布陣、前節から2名のスタメン変更、中村選手、小川選手がスタメンに名を連ねました。試合を振り返っての全体的な印象ですが、前半はアウェーの横浜 FC が完璧に近い内容で試合の主導権を握っていた印象です。試合の入りから素晴らしい立ち上がりを見せ、強度の高い守備、素早い攻守の切り替えで藤枝の攻撃をシャットアウト、攻撃でも最終ラインから正確なフィードでピッチを広く使い、右サイドの山根選手の相手ディフェンスラインの背後を取る動きも効果的に作用していたと思います。藤枝も守備では寄せが早く、厳しいチェックで横浜 FC にプレッシャーをかけていましたが、まあ、それ以上に横浜 FC の個々のクオリティが高く、藤枝の寄せをことごとくいなし、常に主導権を握る形で前半はゲームを進めていたと思います。立ち上がりから押し気味に試合を進め、いい流れから前半20分、24分と立て続けに2点を先取。中盤の井上選手、カプリーニ選手がめちゃくちゃうまくて、藤枝のプレスをいなすテクニックと推進力が際立っていましたし、最終ラインでも宇高選手が素晴らしいフィードで攻撃の起点となり、そこから中野選手や山根選手のサイド攻撃につながっていました。前半は藤枝にチャンスらしいチャンスをほとんど与えず、横浜 FC の隙のない試合運び、いやこれはめちゃくちゃ強いなと感じました。しかし後半は1点、藤枝が反撃を開始。ハーフタイムでウェンデル選手が投入されると、すかさず大胆なオーバーラップでチャンスメイク、最後は藤枝の山田選手がアクロバティックなシュートで合わせて1点差に詰め寄ります。さらにその直後には新木選手の鋭いクロスがあわやゴールかという際どいシーンもあり、立て続けに藤枝が横浜 FC ゴールを脅かしました。後半は選手交代も功を奏し、藤枝がペースを握り返しましたね。まあ、ただここで試合の流れを大きく変えるプレーが発生。横浜 FC の山根選手が藤枝ディフェンスラインの背後に抜け出し、飛び出してきた藤枝ゴールキーパー内山選手に倒されて、これが決定機阻止の独走の判定で一発レッド。流れが藤枝に傾いていたこのタイミングでの退場で、いや試合の流れが大きく変わりましたね。まあ個人的には藤枝のカバーが2人ほど間に合っていた気がしましたし、それほどゴール方向に向かってプレーできていなかったと思うので、まあちょっとレッドカードは厳しいのかなと思いましたが、どうなんでしょうかね。まあ何はともあれ、このプレーで横浜 FC が一気に有利になったことは確かでした。横浜 FC はこの数的有利な状況を生かし、終盤に1点を加えてしっかりとリードを保って試合終了。藤枝も1人少ないとは思えない見事な粘りを見せましたが、横浜 FC がこの激闘を制しました。はい、改めて振り返るとレッドカードで1人少なくなったとはいえ、まあ、総合的に見ても横浜 FC の強さが光ったゲームになったかなと思います。ゴールキーパーの市川選手やセンターバック宇都川選手が鉄壁の守備で、藤枝が見せたようなスーパーゴールでないと、まあなかなかゴールをこじ開けるのは難しいなと感じましたし、攻撃でもカプリーニ選手がやっぱりすごいですね。
人で持ち上がる馬力がありますし、テクニックもトップクラス。攻守にバランスが非常に取れたチームで、なかなか負けるところが想像できない、いや強いチームになってきたなと感じます。この勝利で横浜 FC はついに8区の5連勝。この勢いがどこまで続くんでしょうか。2強をまくり自動昇格圏に届いてしまうのか、後半戦の最注目クラブですね。続いては鹿児島対山形のゲーム。結果は2対1でホームの鹿児島が勝利しました。ここ8試合勝利がなく降格圏に沈む18位の鹿児島と、昇格候補に挙げられながら14位に沈む山形の一戦、共に絶対に勝利が欲しい一戦を鹿児島が制しました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの鹿児島は 4-2-3-1 の布陣、前節から2名のスタメンを変更、広瀬選手、遠藤選手がスタメンに入りました。対する阿部山形は 4-3-3 の布陣、前節から1名のスタメン変更、右サイドバックに岡本選手が起用されました。この試合を振り返っての全体的な印象ですが、まあ、全体的には敗れた山形のゲームと言っていい、多くの時間帯で山形が主導権を握っていた試合だったと思いますが、鹿児島が粘って粘って勝利を手繰り寄せた、ホームで執念を見せたゲームだったかなと思います。立ち上がりから山形のビルドアップが冴え、大きな展開から山形左サイド木田選手が攻撃の起点に、その後もカウンターから木田選手、右サイド伊坂選手もビッグチャンスが生まれるなど、山形の時間帯が続きました。鹿児島は前からのプレスを敢行するも、山形の洗練されたビルドアップに、まあ、なかなかいい形で前で奪うのが難しかったですね。この立ち上がりの山形がいい流れのままコーナーキックから最後は小西選手の豪快なミドルで先制点を奪取。山形が立ち上がりから決定機を作り、セットプレーから鹿児島ゴールをこじ開けました。いや小西選手のミドルすごかったですね。対する鹿児島も失点後は前がかりに攻撃を仕掛け、遠藤選手を起点に反撃、しかしなかなか決定的なチャンスまでは作れず、0対1のまま前半を折り返します。後半も立ち上がりから山形ペース、山形のポケットを再三取る見事なパスワークで鹿児島陣内深くまで侵入し、後半もチャンスを創出。木田選手に立ち上がりからビッグチャンスが訪れ、山形追加点の絶好の機会が訪れましたが、ここは鹿児島ゴールキーパー五森選手がビッグセーブでゴールを死守。いや試合を振り返ってみると、この五森選手のビッグセーブが試合の流れを徐々に引き寄せるターニングポイントになったのかなと思います。まあ、それくらいこの五森選手の決定基礎値は大きかったですね。その後は疲れの見え始めた山形を尻目に、徐々に鹿児島がボールを握って山形ゴールへ。そして迎えた80分、鹿児島は一瞬の隙をついて有田選手が同点ゴール。いやここしかないというピンポイントクロスで山形の攻撃を耐え続けた鹿児島がついに同点に追いつきました。さらに鹿児島は後半アディショナルタイムにセットプレーから伊庭選手が決めて土壇場で逆転に成功。このまま危なげなく山形が勝ち切るのかなと思いきや、最後の最後でドラマが待っていました。いやサッカーはやはりチャンスをしっかり決めきらないと何が起こるかわからない、サッカーの怖さを再認識する試合になりました。試合はこのまま終了し2対1で鹿児島が劇的勝利、ホームで鹿児島が9試合ぶり勝利を挙げました。いや本当にすごい試合でした。鹿児島の粘りが最後の最後に実を結んだ形になりましたね。敗れた山形もすごく内容的には良かったと思うんですが、最後の最後で決め切ることができず、ビルドアップもねさすが山形という技術の高さが見えましたし、きっかけさえ使えば後半戦は巻き返してきそうですけどね。鹿児島も残留に向けてこの勝利は非常に大きい、両者とも今後の巻き返しに期待したいと思います。続いては愛媛対清水のゲーム。結果は3対0でホームの愛媛が勝利しました。首位清水は現在アウェー2連敗中、今節も苦手のアウェーゲームながら勝利してなんとか首位をキープしたいところ。
対する愛媛はミッドウィークの天皇杯で岡山相手に7得点の大勝、前節水戸にも勝利しており、勢いを持って清水戦に臨みました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの愛媛は 4-4-2 の布陣、前節から1名のメンバー変更、曽田選手が初スタメンとなりました。対するアウェー清水は 3-4-2-1 の布陣、前節に引き続き手応えをつかんでいる3バックを採用、好調の北川選手、乾選手がこの試合もスタメンに入りました。試合を振り返っての全体的な印象ですが、愛媛の相手を引き込んでの手数をかけない鋭いカウンターが非常に機能し、愛媛の狙い通りの試合展開になったんじゃないかと思います。序盤から愛媛は守備に人数をかけてバイタルエリアを封鎖、基本的には清水がボールを握って清水が攻める時間帯こそ長いものの、決定的なチャンスはほとんど作らせてなかった印象です。愛媛は全員がよく走り、清水相手に非常にタイトないい守備を90分にわたって継続、攻撃でも前半は松田選手が起点となりボールを収め、人数をかけない攻撃を成立させる素晴らしい働き、また仮に松田選手がボールを持たなくても松田選手が降りたことで生まれた前方のスペースにサイドプレイヤーの久保田選手が走り込み、再三清水ディフェンスラインの背後を狙う動きが機能、この久保田選手がまあ本当によく効いていて、愛媛が奪ってから縦への素早いカウンター、ディフェンスラインの背後または3バック脇の広いスペースを活用し、少ない人数で攻撃を完結できました。久保田選手自身も一人で打開できる突破力、スピードのある選手で、清水ディフェンス陣も対応に苦慮、愛媛の戦術が終始機能していたと思います。このように愛媛はゲームプラン通りに試合を展開すると、前半8分に幸先よく先制に成功、後半も基本的な戦術は変えず逆転を狙ってより前がかりになった清水を相手に、前半同様少ない手数で3バック脇を狙ったカウンターを展開します。すると後半14分にはその3バック脇のスペースを起点に、曽田選手が J2 初ゴールとなる貴重な追加点を奪取、2点のビハインドとなった清水はたまらず選手交代を駆使し、状況を打開しようと短期選手や矢島選手、松崎選手に郡司選手と投入していきますが、愛媛の堅い守備と鋭いカウンターの前になかなかペースを握れず、終盤にも浜下選手のスーパーゴールが飛び出し、終わってみれば愛媛が3対0の完勝、昨年の町田以上のハイペースで勝ち点を稼ぐ首位清水を相手に3対0という衝撃のスコアで愛媛が勝利しました。いやー、愛媛は普段はねもっと繋いでいくスタイルだったと記憶していますが、対清水城に練った戦術、少ない手数のカウンターと背後への抜け出しがいやうまくハマっていましたね。それでいて愛媛自体ももともとは横浜 FC 相手にも互角以上に渡り合う溜め際の強さ、強度と運動量があるチームでしたから、守備でも清水相手に引けを取っていませんでしたし、奪ってからのトランジションも素早く、愛媛の選手たちの能力も高いなと感じました。いや、愛媛が普通に強かったですね。対する清水はこれでアウェー戦3連敗となる敗戦、3位横浜 FC が5連勝と迫ってくる中、大事な後半戦初戦を落としてしまいました。いや、やはり2巡目ともなると各チーム清水を研究してきますし、首位チームを倒してやろうというモチベーションも高く臨んでくるため、楽な試合なんて一つもありませんね。まるで清水を倒すお手本のような戦術と試合運びを展開され、後半戦に向けて課題を残す試合になってしまったんじゃないでしょうか。愛媛が素晴らしい試合を展開し、後半戦から波乱の幕開け、再び上位争いは混戦となりそうな予感、今後の昇格レースの行方が分からなくなってきました。続いては千葉対徳島のゲーム、結果は1対0でホームの千葉が勝利しました。岡山、山口の上位陣を撃破し、プレーオフ圏内に迫る千葉と、前節横浜 FC に敗れ連敗は避けたい徳島のゲーム、共に勝利が欲しい後半戦初戦を千葉が制しました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの千葉は 4-4-2 ないし 4-2-3-1 の布陣、前節から2名のスタメン変更、センターバックに鈴木選手、
左サイドハーフに高木選手がスタメンに抜擢されました。対するアウェイの徳島は 3-4-2-1 の布陣、前節から3名のスタメンを変更、橋本選手、渡選手、棚橋選手がスタメンに起用されました。試合を振り返っての全体的な印象ですが、高温多湿の両チームにとって厳しいコンディションの中、終盤まで強度が落ちない、一点が勝負を分けるタフなゲームになった印象です。序盤から一進一退の攻防が繰り広げられ、その中でも千葉が徐々にペースを握っていたと思います。特に序盤の千葉は左サイド高木選手の突破からチャンスを創出。高木選手は非常に体が切れている印象で、スピードのあるドリブルからクロス、前半の小森選手の決定機を演出するなど、この試合は再三にわたってチャンスに絡んでいました。その後も千葉は日高選手や高木選手、横山選手も絡んで左サイドでチャンスメイク。いや、高木選手が良かったですよね。前世紀といっては高木選手に失礼かもしれませんが、レッズ時代のキレキレの高木選手を彷彿させる前世紀のキレが戻ってきた印象で、やはりコンディションさえ問題なければクオリティの高い選手だなと改めて感じました。対する徳島も渡選手の飛び出しやチャガオブ選手の個人技からシュートチャンスを迎えるも、両者決定打に欠いて0対0で前半を折り返します。後半、児玉選手への田口選手のファールで両者ヒートアップする場面もあり、激しい球際の攻防、素早い攻守の切り替えの応酬で、やはり振り返ってみると非常にタフなゲームだったなと思います。1点が勝負を分けるゲーム展開の中、試合が動いたのが66分、千葉センターバック佐々木選手のロングシュートがポストに弾かれたこぼれ球を小森選手が反応して千葉に先制点。徳島ディフェンダー陣が気を突かれた意外性のある佐々木選手のロングシュートが素晴らしかったですし、それに一人だけ反応していた小森選手の嗅覚も素晴らしかったですね。これぞストライカーというゴールで、小森選手の今季リーグ10点目のゴールで千葉が貴重な先制点を奪取しました。終盤、ブラウンの選手や柿谷選手と攻撃のカードを次々と切って勝負かけてきた徳島に対し、千葉も岡庭選手や林選手、品田選手と交代カードを切って総力戦の構えを見せ、トランジション強度を落とすことなくゴールを守り抜きました。結果、試合はこのまま1対0で終了。前半戦はこのような難しいタフなゲームをものにできず、なかなか順位が上がらなかった千葉にとって、この勝利を持つ意味は大きいのではないでしょうか。ゴールキーパー藤田選手がリフレクションのボールをファインセーブしたり、センターバック鈴木選手、佐々木選手も集中してゴールを死守、大量得点で大勝する派手な試合もありましたが、こういった厳しい1点ゲームをものにできたことは、いや、千葉にとって本当に価値があると思います。これで千葉は3連勝を達成、いよいよ千葉も本領発揮といったところでしょうか。逆転での自動昇格に向けて勝ち続けるしかない千葉、次節も勝って4連勝となるんでしょうか。今後も注目のクラブですね。最後に他会場の結果と順位表です。いわき対甲府は1対1のドロー、水戸対秋田は1対0で水戸が勝利しています。仙台対長崎の4位2位の上位直接対決は2対2のドロー。この試合僕も見ていましたが、いや、すごい試合でしたね。ラストプレーで長崎が追いついて17戦無敗を達成。途中出場の中村啓太選手のこの質がやっぱり段違いで、いや、中村選手が復帰した長崎はこれからますます強くなりそうな予感がしました。そして熊本対岡山は0対1で岡山が勝利、大分対栃木は0対2で栃木が勝利、群馬対山口は0対1で山口が勝利しています。順位表です。中井清水が敗れ、3位横浜 FC が勝利したため、中井清水と2位長崎、3位横浜 FC との差が勝ち点3差に縮まりました。長崎は1試合未勝利ということを考えると、いよいよ清水のアドバンテージがなくなってきており、三つどもえの混戦の自動昇格争いとなりそうです。いや、一時は独走状態だった清水がまさかの展開に。
や、J2 は本当に厳しいリーグだなと実感させられます。また山口、岡山が勝利したことでそれぞれ4位、5位へと順位を上げています。これら4位山口から7位千葉までまだまだ増昇格の可能性はあると思うので今後のリーグ展開から目が離せませんね。続いてボトムハーフ、降格圏の鹿児島、栃木が勝利したため残留争いも混戦模様を呈してきました。14位山形と18位鹿児島の勝ち点差はわずかに3。いや、これは昇格候補に挙げられてきた山形でさえも危険水域に突入してしまいました。また最下位の群馬は敗れて他クラブとの勝ち点差がさらに大きくなる展開に。群馬が非常に厳しい状況に立たされていますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。昇格争い、残留争いともに混戦になりつつあり、今後どのクラブにも昇格のチャンス、または降格のピンチが訪れる、息の詰まるような後半戦が待っていそうです。一時は独走も視野に入っていた清水がまさかの苦戦、苦手とするアウェーゲームを克服することができるのか、季節にも首位の入れ替わりが起こるのか、ますます目が離せない展開が続きそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。以前からちょくちょくアナウンスさせてもらっているんですが、視聴者の中のチャンネル登録者の割合がこのチャンネルはすこぶる低い傾向にありまして、なんと登録者の視聴割合が 10.9% と壊滅的な数字、約9割、 90% の視聴者はチャンネルを登録せずに視聴している状況です。まあ、もっとね、登録したいと思ってもらえるように面白い動画を投稿することは僕自身も頑張って意識してはいるんですが、それでもこの数字にはかなり驚いております。チャンネル登録自体は無料でできますし、変な広告がついたりとかデメリットは一切ありませんので、継続的に視聴されている方がいらっしゃいましたら、まあ、ちょっとくらい登録してやるかと、お気軽にチャンネル登録していただけると嬉しいです。チャンネル登録していただければ泣いて喜びます。今後も J リーグを楽しめるチャンネルを目指して頑張りますので、よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。